皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、カメラのレンズについてなんですけども、ひとまず2本あれば大丈夫ですよっていったところをお話ししていこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。今回の動画なんですけども、視聴者様からですね、こういったコメントをいただきました。私の動画たくさん見ていただいたようで、その中でたくさんの動画でいろいろ登場してくるレンズのいいところ悪いところを、まあ、把握することができたと。で、自分がそういう情報を仕入れすぎたことによって、余計に全部のレンズが欲しくなって、どのレンズから買えばいいのかっていうのが優先順位がつけれなくなった、どれから買ったらよろしいでしょうかっていう、ご質問をねいただいたので、今回はこれに回答するような内容っていったところでお話ししていこうかなと思います。いつもですね、本当に動画ご視聴いただいてありがとうございます。今回はレンズね、購入で悩まれてる方の、ちょっと有益な情報になればなと思います。まずですね、どんなレンズで何を撮るのかっていったところを、まあ、掘り下げていく必要があるかなと。撮りたいものからレンズを選ぶ方法、おすすめの組み合わせ、ズームレンズ、単焦点レンズの特徴、F 値、焦点距離、まあ、画角含めた解説、オールドレンズ、サードパーティー製のレンズの話、購入時の注意点とか、おすすめのレンズの購入先、今回の内容はですね、こちらになりますので、ぜひね、最後まで見ていってもらえたらなと思います。次のスライドなんですけども、サクッと、作例からまあイメージしてもらうのがよろしいかなと思ったので、もう作例からイメージをキャッチしてもらえたらなと。まずはじめなんですが、広く撮るっていったところで、こちらのスライド、こういった写真を撮られる方いらっしゃいます？もしくはこういった写真ばっかり撮りたい方の場合はですね、広角レンズっていう、こういう広いレンズ、世界を広く切り取ることができるレンズっていったものを選んでもらうのがよろしいかなと思います。私はですね、 20mm とか 24mm とかをですね、よく広角風景撮影なんかでよく使うんですけども、もっと広角でいくと 14mm とか 16mm とか 18mm スタートのレンズもあるので、広角どういったぐらい、どれぐらいの世界を大きく切り取るのかっていったところで、広角レンズっていったものを選んでもらうのも一つの方法。ちょうどいい距離感で撮るっていったところで、 35mm、 これ35mm、 こういったレンズを使うとですね、日常会話の距離感よりちょっと気持ち引いたぐらいの距離感で撮ることができます。今ですね、私がこの写真たちは、ニコンのですね D780 フルサイズの、センサーで撮っている写真になるので、 APS-C こっちですね、 APS-C のカメラを使っている方は、ちょっと 1.5 倍ぐらいの換算で焦点距離を把握してもらえたらなと思います。次が 50mm ですね。まあ、慣れた感覚で撮るって言ったところで、私たちが本当日常会話で話ししながら撮るような時に、本当こう覗いている時と同じような画角っていったものを得ることができるのが、50mm の、まあ、感覚っていったところがありますね。もちろんポートレートは撮れますし、物撮りでね、下これ何かわかります？公園の水道ですね。ちょっと形が船のね、こう、コントロールするやつに似てたので、ちょっと面白いなと思ってアップで撮ってみたら、意外となんかメタリックでちょっとね、かっこよく映ったので作例として使いました。次はですね、 85mm はどこだ、これですね、ボケ感とか圧縮感っていったものを活かして撮ることができるのが、この 85mm から 135mm ぐらいの、まあ、中望遠って呼ばれているレンズになります。まあ、レンズなんですけども、どちらかというと望遠域っていったところで、 200mm とか 300mm に比べるとちょっと手前の、人物撮影なんかを撮るときに向いている、かつ特にそこまで難しいこと考えんでも、焦点距離の関係でボケ感が強く出るっていったところで、こういったボケ感圧縮感を生かすんであれば、中望遠のレンズっていったものがおすすめになりますね。で、次はちょっと特徴のある撮影として、アップで撮るときですね、マクロレンズ、どうしてもレンズってこう最短撮影距離って、私が今ここをね撮ろうとしたら、どんなレンズでもある程度最短撮影距離っていうのがあって、近づける距離の、まあここのね、近づく具合みたいなものが、まあ限界があるんですが、マクロレンズで撮るともっとそれをね、ギュッと寄ることができるんですよね。で、小さいものがめちゃくちゃ大きく映すことができるっていうのがマクロレンズになりますので、上のね、カージナルテトラであったり、下のアジサイなんかはめちゃくちゃ近くでグッと寄って撮っている。こういったものを撮るときにはマクロレンズが向いているというものになりますね。
で次は遠くのものを撮る200から500ミリっていったところで、これですね、私が野鳥撮影とかこの月を撮る時に使ったこのレンズ、めっちゃでかいでしょ。カメラがね、これです。カメラよりもめっちゃでかいっていう、なのでカメラがこうなってこうつく感じですね。これぐらいのサイズ感のレンズです。遠くのものを撮るときにはこういう、まあ、500ミリのレンズなんかももちろんそうですし、よくあのスポーツの撮影なんかで使われている白いレンズの、まあ、200ミリのようなものも、こういった望遠レンズっていったものになります。で、ざっくり見ていただいて次のスライドでちょっと一覧にしてみました。撮りたい写真ってどれに近かったですかっていったところをまずってちょっと考えてほしいんですよね。左上でいくと広角レンズ、この20ミリのレンズを使って私が夜景を、スローシャッターで撮っているものになります。なので、工場って言います、あのウニみたいなね、街灯のところがイガ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 ーってなっていて、上の雲がうわーって流れているような、これはスローシャッターで撮ったことによって生まれている現象です。で、広く撮れるという、本当はね、私が日常でこう見た時にこんなに視界広くないです、カメラで広角レンズで撮るからすごく広く、撮れているような見え方をすると。で、右上は 35mm で、どちらかというと日常会話よりちょっと離れた一歩引いたぐらいの距離感になるっていうのが、35mm というこういうレンズになります。で、次は 50mm、 左側の真ん中ですね、こちらが標準レンズになるので、私たちがいつも日常的に見ている距離感で撮れるものになります。で、85mm になると右側の真ん中の段ですね、中望遠レンズです。ちょっと私たちが日常的に見ている距離感よりグッと寄った、ちょっと大きく映るような印象ですね。その分、まあね、あの圧縮感、背景のところの圧縮感であったりボケ感っていったものが出てくるので、 35mm とか 50mm、 右上とか左側の真ん中に比べるとボケ感っていったものであったり背景の狭さですよね。広く撮る広角レンズに比べて中望遠の方は背景に入ってくる割合がちょっとずつ、少なくなってくるっていったところが特徴としてあります。で、左下がですね、マクロレンズになります。マクロ、これですね。このレンズになります。近しいものをですね、ものすごく、寄ってですね、撮ることができるっていったところで、小さいものをドアップで映すことができる、ちょっと特徴的なレンズになります。で、右下がイソヒヨドリを撮った200から500ミリのこの超望遠レンズですね、ズームレンズになります。こういったものを使ってもらうと、野鳥であったり電車であったり飛行機であったり、あとはまあ月もね、先ほどの作例で載せていたように月なんかも撮れたりします。こういったものがまあ焦点距離からある程度把握することができるので、撮りたいものからレンズを選ぶ方法って形で次のスライドに移っています。広角レンズ広く撮りましょう。標準レンズちょうどいい距離感で撮りましょう。だいたい35からまあ60ミリぐらいで、中望遠になると85ミリから135ミリぐらいっていったところになります。で、望遠レンズになると遠くのものをギューッと寄って撮る形になるので、こういった大きいレンズになってきます。なのでこの真ん中の方に載せているような14から24の一番左側のレンズは、超広角レンズですね。で、真ん中の 50mm の F1.8 は標準レンズ、右側は200から 500mm のこのレンズですね、超望遠になります。つまりですね、撮るものから考えて撮る幅、自分の焦点距離で撮る幅っていったものが、少ないんであれば、対象となるレンズの質のいいものであったりコストパフォーマンスの高いものを選んでもらえたらなと。で、逆に風景も撮りたいし、近寄って撮りたいし、ある程度の距離感でも撮りたいし、ちょっと遠くでからも撮りたいっていうような、撮る範囲の幅が広い場合は便利ズームっていったものを選んでもらえたらなと。なのでよくあるね、こういうキットレンズなんかにあるこういうこのレンズだったら55から200のね、焦点距離が撮れる便利ズームみたいなものを使ってもらって、カバー範囲を超広角も撮れるし標準も撮れるし望遠域も撮れるっていう風に揃えてもらうという話をですね、今からどんどん深掘りしていこうかなと思います。なので今回の内容はですね、レンズはまあ2本ぐらい持っとってもらったらいいですよっていう話になりますので、どういった組み合わせがよろしいのかっていったところを次触れていくために、焦点距離のね、画角っていったところをもう一度おさらいしておきます。同位置からですね、撮影した作例として、先ほどはね、作例がいろいろ風景とか、まあ、標準域の人物であったりとか野鳥とかの超望遠っていったものをお見せしたんですけども、今度じゃああれ撮るものが違うし撮る環境も違うからイメージつかむにはいいけども正確な把握としてはちょっと使いづらいと。
というところで、こちらのスライドなんですけども、モデルさん同じところに座ってもらって、私も同じところに座ってます。で、同じカメラ D750 を使って 20mm、35mm、50mm、85mm ですね。85、35、50、50、20、この4本ですね。この4本を使って撮影したものになります。なので 20mm で撮った時にこれぐらい広角広くですね映るものも、左上と右下を比べてもらうと分かりやすいように、 85mm のレンズで撮ると同じところに座ってもらって、私も同じところにいるのにレンズの焦点距離が違うだけでこんだけ絵作りが違うっていったところが掴んでもらえるかなと思います。では実際におすすめの組み合わせって何なんっていうところで、前振りがちょっと長くなったんですけども、このまあ4パターンがあるかなと思います。単焦点とズームレンズの組み合わせ、画角の幅がある程度広い場合ですね。なのでこちらで言うと24から 120mm 右上の F4 透視のレンズと左側の 50mm の F1.8、 こういった単焦点レンズと組み合わせてもらうことによって、画角今日はもう 50mm でしか撮らない、かつ開放 F 値がある程度低くて画質のいいレンズっていったものを使いたいっていった時に 50mm を使う。で、今日はちょっと旅行とか、焦点距離があんまり定まっていないので、ある程度撮れる幅を広く持っておきたいっていった時は、24から 120mm の、ズームレンズっていったものを揃えてもらう。まあ、このパターンが一番無難かなって思います。レンズをはじめどういう揃え方をしたらよろしいかっていった時に、よくあるキットレンズでね、この24-120 も D750 のキットレンズなんですけども、このレンズと一緒にまあちょっとコスパのいい単焦点レンズっていったものを揃えてもらう。これが一番まあ失敗がないかなっていったところですね。で、次上から2番目ですね。もう自分はズームレンズじゃなくて、もう使う焦点距離はもう決まってると、先ほどの作例バーって見てもらった時にこれとこれしか撮らないっていうふうにもう決まってるんであれば、コストパフォーマンスとか画質であったりとかいろんな面を含めて、やっぱり単焦点レンズの方が焦点距離を変動させない分有利な面もありますので、こういう単焦点と単焦点の組み合わせっていったところが有利になってきます。なので、こういった 50mm で標準スナップなんかを撮ったり人物を撮ったりするんだけども、風景撮りたいなって思った時はこういう 20mm のレンズを使ってもらって、 20mm と 50mm の単焦点を2本組み合わせで買ってもらう、こういったパターンもありかなと思います。で、3つ目はですね、よくまあスポーツ撮影とかイベント撮影とかされてる方には多くいらっしゃるかなと思います。ズームレンズとズームレンズの組み合わせですね。画角の幅が広くて効率よく撮りたい、この焦点距離を変動さすことができるこういったズームレンズですね。これのやっぱり強みっていうのは、自分が同じところにいても撮る対象を引いて広く撮ることもできれば、寄って大きく写すこともできる。これがやっぱりズームレンズの強さです。で、一番上のようなズームレンズと単焦点レンズっていうのもありなんですけども、いっそのことをどちらも広角域も望遠域もどちらもズームレンズでカバーすることによって、より広い焦点距離がカバーできる、こういったものを狙う方はズームレンズとズームレンズの組み合わせを選んでもらうとよろしいかなと思いますね。で、最後はちょっとこだわった写真と効率よく撮りたいって方の場合には、24から 120mm の右下ですね、ズームレンズプラス、私の場合だったらマクロレンズ、このレンズですね、 60mm のマクロレンズ、こういうものを組み合わせてもらって、小さい生き物であったり、アクセサリーであったりとか、そういう物撮りをするときはこういった 60mm の画質のいい単焦点のマクロレンズを使ってもらって、で、旅行とかですね、他のいろんな用途のときにはズームレンズを使う。一番目の単焦点と似たような、意味合いになってきますね。で、もう一つはフィッシュアイのレンズ、この左下に置いているフィッシュアイのレンズなんですけども、まあ、魚眼レンズって言われている大きく丸く写しとるようなちょっと癖のあるレンズです。まあ、魚眼レンズでしか写せない面白い世界観があるので人気のあるレンズなんですけども、まあ、ズームレンズとこういった魚眼レンズ、こだわったこのレンズでしか出せない味ってありますので、そういったものを狙いたい方はですね、一本ズームレンズともう一本はちょっとこだわった特徴のあるレンズを選んでもらうのがありかなと。なので大体ですね、レンズ初め何買ったらいいんか分かりませんって方はこの4パターンからですね、ご自身が合うものを選んでもらえたらなと。で、その合うレンズって
選んでもらえたらなって言われるけど、どれ選んだらええんやろかってなった時に、先ほどの撮影対象みたいなものから考えてもらうとイメージがつきやすいかなと思います。レンズ選ぶ時に開放 F 値であったり、重さとかサイズとか色収差とかいろいろあるんですけども、それを言い出すとものすごくちょっと知識が必要になってくるので、自分はこういったものを撮りたい、これが撮りたいって言った時に、先ほどの冒頭でお伝えした作例を参考にしてもらえたらなと思います。で、次、このセンサーサイズって言ったところに触れていくんですけども、焦点距離のね、話をするときに、このね、ミラーの奥にあるセンサーの話になります。ここがすごく大事で、APS-C っていうカメラと、このフルサイズっていうセンサーのカメラがあるんですね。この2機種を選んだときに、実は APS-C の方が、このミラーの奥にあるセンサーの部分がちょっとちっちゃいです。一回りぐらい。で、フルサイズの方はちょっと大きいんですけども、このセンサーサイズが違うことによって焦点距離に違いが出てきます。例えばですね、 35mm で撮った時にフルサイズの 50mm と一緒ぐらいになってきたりとか、なので今で言うと APS-C のカメラで 35mm で撮った時とフルサイズのカメラで 50mm で撮った時は焦点距離がだいたい一緒ぐらいになります。 1.5 倍するので35なので、まあ、17.5 ぐらいかけてもらった時に、まあ、52mm ぐらいと 50mm ぐらいになります。で、今回ね、この横に置いてる写真なんですけども、どちらがフルサイズでどちらが APS-C かをちょっとクイズとして当ててもらおうかなと思います。わかります？いきますよ。 3,2,1 答えはですね、A が D780 フルサイズのカメラで撮った写真です。で、B がこの5200ですね、 APS-C のカメラで撮ったものになります。おそらくですね、圧縮感っていったところを把握されている方であれば、この後ろの背景の、背景の切り取り具合っていったところから大体なんとなくつかめたかなと思います。なぜかというと、レンズがですね、 35mm と 50mm っていう違いがあるからです。なので被写体そのもの、モデルさんの大きさそのものは大体同じなんですけども、背景に写し取れる範囲っていったものが若干違ってくるので、そこがですね、まあ、見分けるポイントになってくるかなと。なので DX ですね、APS-C のカメラであれば、大体、こういったものであれば、そうですね、新品でも10万円前後であったりとか、中古であればね、5万円とか、私これビデオ用に購入して、まあ2万円ぐらいで、めちゃくちゃ安い、今型落ち品なんですけどね、もう9機、今5600までいってるので、5200って結構前のモデルなんですけど、もう十分使えるものになりますね。で、センサーサイズの話をちょっと深く触れていくと、ニコンの一眼レフにはですね、大きく2種類あります。フルサイズの FX 機と APS-C の DX 機です。これはまあキャノンさんとかソニーさんとか富士フィルムさんとかオリンパスさんとか、いろいろメーカーによって呼び方は違うと思いますし、そういった FX とか DX って呼び方そもそもせんと、フルサイズ APS-C って呼ぶっていうメーカーさんもいらっしゃると思います。まあ、イメージセンサーのね、大きさのことやと思ってください。この右側の図にあるように、一番上がフルサイズです。結構この真ん中のギラギラしたセンサーの部分が大きいっていうのが伝わるかなと思います。で、真ん中が APS-C ですね。先ほどの 1.5 倍される方の部分です。このセンサーちょっと一回りちっちゃいですよね。で、その下に実はマイクロフォーサーズっていうセンサーのカメラもあります。で、このセンサーなんですけども、カメラの中でも写真、レンズがですね、光をこう通ってきて、センサーが光を受け取ってですね、それを信号に変えるとても大事な部分になります。で、このセンサーが小さいとですね、その分カメラそのものを小型軽量することにまあ貢献できたりもしますね。で、逆にセンサーが大きいフルサイズだと、光を受ける面積っていったところは大きいので、光をたくさん取り入れることができます。で、カメラって光学機器なので、光がまあ多い方が比較的まあ強いというか、白飛びとか、まあ黒つぶれの耐性っていったものが強くなったり、階調豊かな表現が得意であったり、っていったところがありますので、APS-C とフルサイズを選ぶときはですね、そういったところを、判断材料としてもらえたらなと思います。で、左下のね、モデルさんの紙書き上げてるシーンのところなんですけども、フルサイズで撮るとグレーの枠ぐらいまで写し取ることができるんですね。で、DX、APS-C で撮るとちょっとアップになった部分しか切り取れないっていったところがありますので、同じレンズを使ったとき、同じ位置から撮って、モデルさんも同じところにいたときは、画角がこれぐらい APS-C とフルサイズでは変わってくるっていったところは注意してください。なので、冒頭でお伝えした作例を見て、あ、50mm の画角がええわと思って、ご自身が APS-C のカメラを使っていると 50mm のレンズが 75mm になっちゃったりするので、
APS-C を使っている方が 50mm の冒頭の作例いいなと思ったら、だいたいそうですね 35mm ぐらいのレンズを選んでもらうとだいたい 52mm ぐらいになるので、ちょうどよろしい画角になるかなっていったところですね。次は単焦点レンズの魅力っていったところに触れていきます。ズームレンズなんですけども、これに比べるとやっぱり画質がいいものが多いです。それはですね、このレンズを横から例えばぶつ切りでバンって割った時に、中のガラスの枚数がこうズームで焦点距離を調整する必要がないので、単焦点はズームに比べると比較的枚数が少なかったりします。で、構造がシンプルなところもありますので、描写力が高くて、開放 F 値っていうですね、レンズの一番低く設定できる F 値っていったところがあるんですけども、それも低いモデルが多いです。で、結果としてボケ感が出たり、暗いところでも明るく、撮ることができたりっていったところがあるので、単焦点はそういったところが魅力としてあります。で、明るいレンズっていったところで、開放 F 値が F2 以下の低いものが多く揃っています。私が今回、説明用に持ってきたレンズもだいたい F1.8 シリーズなんで F2 より低いものになりますね。で、開放 F 値が低いとボケ感を表現することができますし、暗い環境でも撮りやすい。で、 F 値はどちらかというと大は小を兼ねるではなくて、小は大を兼ねるという考え方を私は持っているので、大の値、例えば F4 から2.8 にしようと思ったら、 F4 が開放 F 値のレンズで F2.8 にすることってできないんですよね。いくらカメラ側がいいやつだったとしても、レンズが F4 通しであればそれより明るくすることってできないんですけども、逆に F2.8 のレンズを F4 に上げて撮ることはできるので、小は大を兼ねるという感覚で、開放 F 値は可能な限り低いレンズの方が長い目で見たら便利なところがあるかなと思います。で、コストパフォーマンスがいいモデルも多いですね。やっぱりズームの、開放 F 値の低いレンズ、例えば大三元レンズとかですよね。F2.8 の、例えば超広角の14、24であったりとか、そうですね。あとは7200とか、2470とか、まあ、このあたりですよね。こういったレンズって結構高かったりするんですよね。でも、同じような焦点距離であったり、それよりも開放 F 値が低いレンズでも、まあ、単焦点であれば比較的コスパのいいモデルっていったものは多いです。で、焦点距離が変わらないっていうちょっとデメリットがあるっていったところは注意してもらって、例えばですね、この 35mm のレンズを使った時に、あ、もうちょっと大きく映したいなって思ったら、もうカメラを持って私自身がこう寄る必要があるんですよね。で、ちょっと狭いな、広く撮りたいなって思ったら私自身が下がる必要があるんですね。でも、ズームレンズであればですね、あ、もうちょっと大きく撮りたいなって思ったらここクッて回すだけでいいですし、広く撮りたいなって思ったらクッて回すだけでいい。これがやっぱりズームレンズの強さであり、逆に単焦点の弱みにもなります。ただ、焦点距離とか画角を感覚的に、この今のこの距離感だったら35のレンズをつけてるんだったらこれぐらいみたいなものを感覚的につかめるようになったりもするので、どちらかというとカメラマンの焦点距離の把握のトレーニングにはなるかなと。ただもう一つデメリットとしては本数が増えてしまいます。先ほど私がここでね、ポン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 、何ミリは何ミリ、何ミリは何ミリでバッバッバッバ出してるんですけども、まあ、こういう形でね、レンズの本数増えちゃいます。ズームであれば、例えばね、70-200なんか1本で済むところが、他のレンズって単焦点でそれまた3本4本揃ったりとか、そういったものが出てくるので、最終的には荷物が増えてトータル予算も増えてしまうってところがあるので、その点は注意してもらえたらなと思いますね。で、逆にズームレンズの話に移ります。1本のレンズで複数の焦点距離を撮影することが可能なものですね。レンズに24から120みたいな、焦点距離対応しているワイド端とテレ端の、数値が記載されています。単焦点は例えばこのレンズであれば 35mm しか書いてないので、このレンズは 35mm でしか撮れないですよと。ただ、ズームレンズの方は24から120なので、広角の時は 24mm で撮れるし、寄った時は120で撮れますよっていったところが書いてあります。で、広角から標準、中望遠までの撮影をカバーしていて、つまり、めっちゃ便利なレンズっていうことですね。もう自分が動かんで、撮る対象も動かんでも、ここをくるくる回すだけで、撮る画角が変わるっていう便利なレンズですよって言ったところです。安いモデルから高価なモデルまで、まあ、種類豊富です。で、キットレンズでやっぱり使われている印象がズームレンズは多いかなとは思うんですけども、F2.8 であったりとか F4 透視のようなものもありますので、イベント撮影とかブライダル撮影なんかいろんな場面で最適な使い方がよくされていますね。私も商業カメラマンするときは70-200の F2.8 のレンズなんかを使って撮影していたっていったところがありますね。
で、デメリットとしては、でかくて重くて高くて暗いっていうところがあります。まあ、大三元の F2.8 のレンズなんかを使ってもらえば、この暗いっていったところはある程度カバーできるんですけども、どうしてもズームレンズっていうのは、先ほどの単焦点と同じように、ここをズバッと割ってもらった時に、焦点距離をある程度こう調整するために、レンズの枚数っていったものがどうしても増えてしまうんですよね。っていったところがあるので、レンズのガラスの枚数が多い分重くなりますし、値段も高くなりますし、光が通ってくるのもちょっと難しくなって暗くなりがちなので、 F 値も高いものが、まあ、生まれがちっていったところがありますね。で、ピンキリなんですけども、やっぱり値段はそのガラスの枚数が多い分高くなりがちっていったところもありますね。で、開放 F 値が F4 とか 5.6 のズームレンズなんかも結構ザラにあって、この200から500のこの私が野鳥で使っているこのレンズは F5.6 からのスタートになります。かなり暗いですよね。でも、後ほどね、ご紹介させていただくような超望遠のボケ感っていったところで、焦点距離でぼかすことができるので、私自身暗いレンズではあるんですけども、野鳥を撮る明るい環境でボケ感は焦点距離で十分生み出せるので、特別そんなに F5.6 だからどうっていったところは正直思っていないところもあります。でも、次のスライドですね。両方の強みを揃えるのがめっちゃ便利やんっていう話に移るんですけども、結局は単焦点とズームが実用的ですよっていうのをもうはっきり言っておこうかなと思いますので、50から20、420ですね。さっきのスライドで言うと一番上の組み合わせ。やっぱり単焦点とズームで揃えてもらうのがいいかなと思います。で、図にするとですね、私自身が D750 というカメラを購入した時に、この左側にある24から120ミリのズームレンズがキットレンズとして付いてました。で、それを使いながら自分でどんどん撮影をしていくときに、24ミリよりももっと広く撮りたいなって思ったときに、こういったね、20ミリのレンズなんかを追加で購入すると。で、24から120のレンズを使っていて、いや、もっと近くで大きく動物映したいな、水中の生物映しとりたいなって思った時に、マクロレンズ、この図で言うと一番下ですね。こういったマクロレンズを追加で購入したと。で、24-120のレンズを使っていて、もっと明るい、環境で撮りたい、もっと、ボケ感を活かしたいなって思った時に、こういう単焦点レンズを追加、上から3番目ですね、追加しました。で、24-120のレンズを使っていて、野鳥を撮るにはこのレンズ厳しいな、もっと超望遠が欲しいなって思った時に、このレンズを追加で購入したと。なので、初めは24-120からの私スタートです。そこからですね、いろいろ自分が必要となるレンズっていったものを撮る被写体から適したものを選んでいくという戦法を取りました。で、結果的にこの戦法を取ったことによって、レンズの買い直しとか、うわー失敗したっていったところはないので、そこはね、ご安心してもらえたらなと思います。で、次はですね、レンズで写真は変わるっていったところの話です。純正が全てではないっていう話に移るんですけども、一番上ですね、サードパーティー製のレンズになります。私今回ね、全部単焦点のレンズなんかをですね、純正のレンズでお話しさせてもらってるんですけども、やっぱりですね、純正のレンズ以外にもシグマさんとかタムロンさんの、おすすめできる単焦点というか、サードパーティー製のレンズってあります。なので、左上で言うと、タムキューさんですね。よくあるタムロンさんの 90mm のマクロ。まあ、よく本当にマクロレンズでメジャーなものになります。こういったものであったり、真ん中の 105mm のシグマの単焦点のレンズですね。ボケマスターのこのレンズであったり、右上は 600mm まで撮れる超便利な望遠ズームレンズっていったところになります。で、次はですね、オールドレンズっていったところもお話ししておこうかなと思います。左側、真ん中、一番右、これ全部ですね、もう10年前、20年前のレンズなんですよ。めちゃくちゃ古いレンズなんですけども、今でもですね、やっぱりこの時代の独特のボケ感、表現、色表現っていったものを活かして撮る。ただ、マニュアルでのオートフォーカス合わせるときですね、私たちが今撮ろうと思ったカメラのね、このオートフォーカスをピッと合わせたらピピッと合わせてくれるんですけども、ここを自分たちでフォーカスリングをこう合わせて撮る必要があったりもするので、この点はですね、ちょっと注意してもらえたらなと思います。で、かなりオールドレンズはコスパもいいところがありますので、あえてですね、オールドレンズばっかり選ぶのもありやと思います。それもカメラの一つの楽しみ方やと思ってもらえたらなと思いますね。なので、機動力とか明るさとか焦点距離とかガラスの質とか大きさとかレンズっていったものはですね、いろんな要素から自分の撮り方とか表現から選んでもらうのがベストだと思ってもらえたらなと。で、レンズ選びで、まあ重視ですね、皆さんがするところをぜひこのコメントにね、書いてもらえると嬉しく思います。次はですね、F 値についてお話し
触れていこうかなと思います。先ほどですね、開放 F 値が低いレンズとかいろいろ話してるんですけども、そもそも F 値の話って何なんて思われる方もいらっしゃると思いますので、 F 値の調整でボケ感が変わりますよって言ったところをご解説させていただこうかなと思うんですけども、一番左上ですね、これこの D780 のライブビュー、この液晶のところを写し取って撮っているものなんですけども、例えばですね、一番左上の、赤枠赤丸のところですね、真ん中の F1.8 ってところに注目してほしいんですよ。で、左側には125という数字があって、右側には ISO100 という数字があります。で、真ん中の赤いタコにこれはピントを合わせた状態です。ここからですね、ちょっとずつ F 値を上げていって、ボケ感が弱くなっていくっていったところを把握してほしいんですが、左上の F1.8 だと、左側にいる青いペンギンであったり、右側にいる熊の実っていったものは、正直ちょっとぼやーっとしてますよね。ボケ感が出てます。でも右上に行くと 2.8 に F 値が変わった時に、ちょっとだけペンギンがちょっとだけ顔がわかるように、で、左下の F5.6 まで持っていくと、もうペンギンは正直顔がはっきり分かっている状態だと思います。で、右側のクマの実もはっきり映ってきたと。で、右下の F9 まで進んでもらうと、ペンギンもクマの実もくっきりはっきり映っている状態になります。で、ここで注意してほしいのは左側の数字ですね。一番左上から行くと125の F1.8 でした。これを50にすると F2.8 ですね。で、左下の F5.6 にすると13まで下がりました。で、右下の F9 にすると5まで下がりました。これはですね、シャッタースピードなんですよね。なので、F 値が低ければ低いほど明るく撮ることができるので、シャッタースピードも上げることができる。同じような明るさにするために、F 値を下げれば下げるほどシャッタースピードを上げること、稼ぐことができるっていったところがあります。逆に、右下のように F 値を高い値に持っていってしまうと、シャッタースピードを下げて、その分光を同じように適正露出になるぐらい光を取り込むように、シャッタースピードを遅くしてガッチャンって撮るようになるっていったところが、まあ、必要になってくるっていったところをですね、注意してもらえたらなと思いますね。で、上手なレンズの買い方、ここもですね、触れておこうかなと思います。まあ、単焦点とズームの組み合わせでレンズを揃えてもらったらいいですよっていったところを話をしてた時に、じゃあどこで買えばいいのとか、どういう風に買ったら失敗しないのとか、お得な買い方ないって言ったところが次のね、疑問点に出てくると思いますので、今回はこの上手な買い方についてお話していこうかなと思います。レンズってね、安い買い物じゃないんですよね。いくら私がコスパ言って安いって言っても、このレンズ、まあ大体中古でも2万円ぐらいとか、新品やったらね3万弱とかやったりもするんですけども、2万円、中古で2万円って言ったらね、結構お昼ご飯何回も食べれますよね。で、炊飯器なんかも2万円あったら十分買えるかなっていう、うちの炊飯器それぐらいなんですねって気がしますね。十分買えるもんやと思います。電子レンジもそれぐらいだったかなっていうふうに思うと、やっぱり安い買い物ではないんですよね。で、もっとね言うと、このカメラなんて20万円あったら中古のちょっと型は落ちた中古車買えるぐらいのね話にもなってくるので、まあ、今はまあ便利な時代なので、作例を見ながら可能な限りこういう高い買い物は失敗しないように購入してもらえたらなと思います。で、実際いろんな作例を見てもらって、うわ、こういう作品が撮れるな、こういう写真がこのレンズで撮れるんやっていたことを把握してもらった上で、実際に量販店でこう手に取ってもらって、あ、このレンズいいわ、自分のカメラにこうつけた時にこういう風に撮れるんやな、楽しみやなっていう風に感じてもらったものを選んでもらえたらなと思いますね。で、可能であれば新品がそら、まあ安心です、購入するときに。でもですね、やっぱりこのレンズをたくさん揃えていくっていうことを考えたときに、コストパフォーマンスの面、まあ自分の許されるコストというか予算っていったものあると思いますので、中古っていったものも視野に入れてもらうのもありかなと思います。可能な限りカメラのボディ側って、まあ、センサーの汚れであったりとか落下歴みたいなものがあったりもするので、可能な限りまあボディは中古ちょっと避けてもらえたらなと思うんですけども、レンズはですね、結構まあ付け替えできたらいいので、その一本が外れたとしても別のいいレンズを使えばですね、いい写真は撮れるので、まあで中古でもいいかなっていったところは正直ありますね。ただ中古で買うときも状態のいいものはやっぱり選んでほしいかなと思います。レンズってね、カビとか傷とか落下歴みたいなものがないのかっていうのを注意をしてもらえたらなと思います。特にカビとか傷があると、レンズ光を通ってきた時にこの中でやっぱり乱反射が起こってしまったり、
思ってもいない光の曲がり方とか光が通らなかったりしたりもするので写真に影響してきます。それをまあ表現として使うのがまあオールドレンズの面白さでもあったりもするんですけども、そういったものを特に求めないんであれば正直状態のいい中古を選んでもらうのがいいと思います。でそこが心配であれば中古のレンズっていったものは避けた方がよろしいかなと。でオールドレンズとかサードパーティー製も視野に入れてもらって、最新のボディであったりとか誤動作にも注意をしてもらって、このボディにサードパーティー製とかオールドレンズをつけた時にオートフォーカスがちゃんと動くのかとかですね、手ブレ補正がちゃんと効くのかっていったところは注意してもらえたらなと思います。サードパーティー製でも結構最新のモデルであってもボディ側のファームウェアをアップデートしたことによってオートフォーカスが効かないとか手ブレ補正が効かなくなってしまうといったところはありますので、その辺は注意してください。で逆にそういったところが心配な方はもう純正買ってもらえるとまずまあ安心やと思ってください。オールドレンズで10年前20年前のモデルやったら純正でもちょっと厳しいところあるんですけども、まあ、最近のレンズであればだいたい新しいボディはね、まあ、対応していると思ってもらって、そこはもう純正の安心台やと思って、まあ、サードパーティー製よりちょっと値段高いけどもそこは安心台やと思って買ってもらえたらなと思います。私はですね、まあ、サードパーティー製のレンズで試してみる傾向っていったものがありますので、この200から500のこのレンズですね、このレンズを購入する前はですね、タムロンさんの 600mm の便利ズームっていったものを使ってました。でそれを使っていて、あ、本格的に野鳥撮影始めようって思った時に、まあこの純正の方が若干まあ色移りとかオートフォーカスの精度とか速度みたいなものを比べた時に若干、勝っていたっていったところがあったので、もう長期的にしっかり撮り続けようと思ったのでこのレンズを選んだっていったところがありますね。で最近はもうレンズの特性がある程度いろんなメーカーさんからですね、もう詳細が出てますし作例もゴンゴン出てますので、特性を把握して決め打ちで購入するのも十分ありやと思います。で商業カメラマンから写真家に移ったタイミングで、もともとレンズはズームレンズが多かったです。なのでズームズームの組み合わせですね、最初の方で伝えしたズーム単焦点単焦点単焦点ズームズームやったら私はズームズームの人でした。でズームズームで商業カメラマンでやっぱ限られた時間内で最低限のカット数であったりとか納品数っていったものが求められる時はやっぱりズームズームっていったものが便利やったんですけども、ちょっと写真家というかその自分がこだわる写真を撮るときに別にそこまで時間に合わせる必要はなくて、どちらかというとインパクトのある一面を撮る方がまあ、価値があるってタイミングに移った時に単焦点への比率が大きくなりました。なので2420のようなズームからズーム単焦点単焦点単焦点みたいな形に、シフトしていったってたところですね。でレンズを買う中古で買うってなった時に私はですね、まあ、マップカメラさんと、北村さんをおすすめしています。理由はですね、単純に私がよくそこから買うってたところですね。特に大きな失敗はなかったっていったところが、まあ、理由になります。まあ、いろんな方がいらっしゃるのでおそらくマップカメラさんとか北村さんでもちょっと残念な買い物になってしまったって方はいらっしゃるとは思うんですが、現状私は結構レンズはまあどちらかというと良品美品みたいなものを選んで購入しているので、中古で購入した時でもマップカメラさん北村さんは可能な限り、まあ、信用できるメーカーさんというかお店と思って、購入の検討先としてまあイメージしてもらえたらなと思いますね。でもしね、皆さんがレンズ購入先でここもいいですよっていったところがあったらぜひコメントに書いてほしいんですよね。こういったコメント欄が他の見ている今からレンズ買おうかなって悩まれてる方の有益な情報になったりしますので、ぜひね、コメント書いてもらえたらなと思います。だから最後にですね、まあレンズは撮りたいもの、こだわりたいことから選べば OK ですよっていったところで、いっぱい持つとですね、こういったレンズをたくさんね、こういっぱい持つと、表現の幅は確かに増えます。焦点距離とか F 値とか特徴っていったものから表現の幅はいっぱい増えるんですけども、まあ無理に揃える必要ないです。一本がそこそこ高いので。なので今持っているレンズでできる表現っていったものを楽しんでもらえれば一番よろしいかなと思います。カメラはまあ長いことを続けることができる、まあ、趣味とかお仕事の部類になると思いますので、そんなに焦らず、自分が必要やなと思ったタイミングでレンズを追加してもらえたらなと思います。なので今回、レンズどういった組み合わせで揃えたらよろしいんやろうかという質問者様にはですね、まあ
ズームズームとか、ズーム単焦点のような2本ぐらいから始めたらいいよって言ったところで、どうしてもズーム1本だとね、そのズームレンズでしか表現できないものしか撮れないので、そこに単焦点が入ると、おお、単焦点ってちょっと不便やけどこんな表現ができるんやって言ったところが把握できたりとか、ズームズームやったらこの焦点距離しか今までは知らんかったけど、こういった焦点距離での撮影も面白いんやってところを気づけるので、まず初めはちょっと2本揃えるって言ったところから始めてもらえたらなと。思います、今回はですねこんな形になります。このチャンネルでは撮影技術ビジネスライフシフトについて主に配信しておりますので、初めての方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。